お聞きの放送は sbs の日本語放送です詳しくは sbs 日本語放送のホームページ sbs.com.au スラスジャパニーズへどうぞ皆さんいかがお過ごしですかこの時間はいつものように私安西直宗が日本とオーストラリアに関連したアーティストの情報を紹介していくコーナーです、えー、さて今日はテスキーブラザーズの話題から入りたいと思います 彼らは現在精力的にヨーロッパツアー中ですね。そしてなんと先週の土曜日、バンド史上最大となるコンサートを行ってます。アムステルダムのジゴドームですけれども、なんと1万7千人ソールドアウト。これはインディペンデントのアーティストとしては大変大きい数字です。えー、彼らはメルボルン・ワランダイト出身。そしてレーベル的には、まあオーストラリアでは、まあ オーストラリアではマッシュルームグループ。そして、えー、海外ではアメリカのグラスノーツというレーベルが中心ですけれども、どちらもメジャーではないですね。そこでここまでの規模に育ったアーティストっていうのはなかなかないんじゃないかと思います。えー、素晴らしいと思います、えー。彼らは11月の16日にキャッスルメインで行われるタウンフォークフェスティバルの鳥として戻ってきますね。で、今日はそのテスキーブラザースでここ2年ほど トランペットプレイヤーを務めているオードリー・パーン。彼女の新しいデビューソロアルバムから聞きたいと思います。このテスキューブラザーズのトランペットプレイヤーというポジションは実はちょっと出世の一リーズかみたいなところがあるんですよね。えー、オードリーの前にテスキューブラザーズのレギュラートランペットプレイヤーだったのはチャーリー・ウッズ。彼女は先頃自身のプロジェクト、チャーリー・ニーズ・ブレイズで、えー、どんどん評判を上げていってまして、 昨年にはなんとミュージックビクトリアアワードも獲得しています。そして来年の1月にはテスキーブラザー t がヘッドライナーを務める A Day on the Green というコンサートシリーズで見事にオープニングを務めることになっていますね。えー、というわけでこのテスキーブラザー t のトランペットプレイヤーのポジションを 獲得するとその後ソロアーティストとして大きくなっていくっていうパターンがあるんですけれどもまさにこのオードリーの新しいソロアーテはまさにその線ですねもうすでに大変な評判になっていますイギリスの BBE というレベルから出ているんですけれどもまあ何と言っていいかあのハイアティス・カヨーテを代表とするようなオーストラリア初のジャズそしてエレクトロニカあるいは ソウル、R&B あたりのミクスチャー、これの最先端を言っているアルバムだと思います。そして、なんとこのアルバムでは、オードリー・パン本人がプロデュースも担当。さらには、生のストリングスアレンジメントもすべて自分でやってるんですね、えー。シンガーとして、そしてトランペットプレイヤーとして、大変評判の高い彼女ですけれども、それだけにとどまらず、今回クリエイターとして素晴らしい評価を受けています。 メルボルン地元の音楽系 FM 曲のアルバムオメザ・ウィークはもちろんのことあのバンドキャンプのバンドキャンプウィークリーにも取り上げられてイギリスのジャズメディアでもかなり高い評価を受けてますねそしてなんと今年のアンプアワードオーストラリアミュージックプライズというアワードに見事にノミネートされました本当にあの完成度が高いアルバムで 最近の流れでこうしたジャズを基軸にして様々な音楽的な要素を取り入れたアーティスト多いんですけれどもなかなかここまで完成度が高いアーティストはそれほど数が多くないんじゃないかなという気がします、えー、ビートの効いた曲から非常に素晴らしいストリングスを活かしたバラードまで本当に幅広いテイストのトラックを盛り込んでるんですけれども、まあ、一つちゃんとしたこう統一された色合いのようなものがあってアルバムとして 大変完成度が高いですね。直近にはまだ、えー、オーストラリアでのコンサートの情報はないんですけれども、今後、イギリス、そしてオーストラリアでもコンサートの情報が出てくると思いますんで、えー、気になる方は、ぜひ、えー、チェックしてみてください。それでは、オードリー・パーンの大変評判になっております。今年の4月に出た、フルレングスデビューソロアルバム、From the Fire から Feed the Fire、聴いてください。 SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください l i k いいねを押してご意見ご感想をお寄せください